寝てないね、実は。もっちゃん早起きすぎ、やばい、おもろ。実は寝てないんです。普通にダンスしてお風呂入って上がったらこの時間になった。ただそれだけっていう。髪の毛抜けた。ただそれだけ。見て、さっき前髪切ったんやけどさ、めっちゃ下手くそなんやけど。ちょっと待った、なんで。やばくない。前髪心配しだよ、汚すぎた。終わってから寝る。だって寝てないもん今日。まだ寝てないもん。待って、あれ欲しい。時計見たら5時じゃん。今起きたん？寝ていいよ。マスクな、ちょっとでかいよな。マスクちょいでかなんですけど、まあそんなもんでいっかって感じ。てか目コンタクト取っとうからさ、マジ目悪すぎて何も見えへんねんけど。マジでやばい。てか通知でも切れんのすごくね。どういうことそれ。どういうこと通知でも切るって。そんなんやったらさ、なんか LINE とかでも来てまわへん。出ないと思って起きた。じゃなくて、じゃ上から。今日私服なんですけど、今日私服なんでちょっとお楽しみにしといてもらえればなって。今日来る人がここに入っとうか分からんけど。もう来てたん？早いね。よし、これでマシになったんじゃない。4時50分に目覚めたんや。同じく寝れてない。寝てないの？そうなんだ。え、無理。私服なんですよ。え、通知も違うんや。え、そうなん？そう、目悪いから見えへんねん何も。クラシックなんか聞くんや。あ、お仕事か。まあ、行けへんよねそら。お仕事平日やったら。みんな起きてすぐコメントしてくれてありがとう。絶対頭回ってないよな。LINE の通知あれなん？ポキポキってやつか。なあ、最悪。前髪切るの下手くそすぎてやばい。失敗した普通に。おはようございます。するー、おはようございます。するー。6時半出勤。はいよ、出勤が6時半なんや。それめっちゃ早いな。今日も来てくれるんや。名前名刺か。名刺いらんの？じゃああげへん。じゃああげへんで、ほんまに。レナと一緒嬉しいんやろ。嫌やったら帰れへん。すぐ帰るやん。
そうね、前髪切るのね、なかなかうまくいかないんですよ。ねえ、花粉きついよな。おはよう。お、昨日 AKB シアター行ったの。あ、いいね。SKE シアターの制服のメモ着てみてください。どうですか、興味ないですか。あ、そう、紐結べんねん。ねえ、ビューティフルいい曲だよね。帰るの忘れちゃうんよ。嘘やん、絶対一緒がいいんやろ。じゃあレナが帰るでレナが帰るでいい、レナが帰るで。いや、花粉ある。くしゃみめっちゃ出る、くしゃみめっちゃ出る。前髪短く切りすぎたかな。まあ、いっか。なんか前髪切ったらっていうか、切ってたりしたらこの時間になりました。お風呂入って前髪切ってたら、今の制服の目着てみてよ、社員さんに着てみてよみたいな、友達みたいな話しそうけどくしゃみいつも出とんな。こっち帰っていいんかい。いいの、こっちが帰って。PR 動画のパーカーってオリオ号って書いてあるけど、あの県大会のやつやから、え、確か県大会選抜だっけ、選抜か県大会どっちかのパーカーやった気がした。ちょっと覚えてない。オール兵庫の公園、あ、公園じゃない、パーカーとか T シャツがいっぱいありすぎて。おみくじまだ一回も出てない。行こうか東京から。待った、ふっかる友達やん。来て来て東京から来て東京から。髪いい感じ、半目で見てるからよく眠くて半目ってこと、そういうことやんな。見えてつぶず高速で新宿から生きてきて。私アウトオブ出てたんですよ。アウトオブ48出てたんですけど、知ってました。キレナちゃん一回は出てくれないの。え、マジで、なんか小吉とかも。え、ピンク似合っと、ありがとう。誘い方がな、友達みたいやんな。あ、免疫は分かるんや。片目閉じて見てる、やばい、想像つくねんけど、なんか待って、なんか想像つくねんけど。いいよね、でもお仕事でしょ今日、寝な。なんかかわいそうや、想像したな。あ、知ってるわ、やって、知ってるんや、嬉しい。小吉とかでも出えへんの。え、マジでそんな出えへんもんなんや。ピンクのハーフめちゃやばい、おもろ。大丈夫、寝ていいよ、寝ていいよ、寝て、寝ていいよ。なんかかきれののあんまり出えへんよな。まあ多分他の推し面、推しの推してる人は前髪飛んでいった推し教師服メールで送るんで。え、ちょ、迷うねんな、ロングブーツか普通のあれか、迷う。荷物乗るのもありやしなと思って。おはよう。多分そのうち寝落ちするから大丈夫。もう寝落ちすんやけど、もう寝落ちすんやけど大丈夫。よし、ワンキチは出たん。推し設定ってなんなん。吹本玲奈さんじゃないんだって、こんなに推してるのに。違うんだ、誰なの逆に。
そう、明日はね荷物いっぱい持っていく。そう、もうなんか正味荷物取りに帰ったみたいなもんやかな今日。だから持って帰ります、荷物を持っていきます。今日か、今日やけど、確かに確かに今日だけど。おはよう、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 おはよう。そう、スカート、なんでわかったん。スカートかな、今のところはね。スカート、起きて変えるかもしれん、スカートかスカートじゃないか。今夜だと錯覚する、うせやん。ロッカー整理してる、どういうこと、何のロッカー。え、何のロッカーのことやろ。普段ロッカー使わん、あ、使うか、レッスンの時とかは結構使いますね。あ、谷さんか、推しって言ってたもんな。部屋が布団とココアだけ。いや、ココア1日目しか泊まってないから。そう、荷物だらけで免疫発出は限りのです。東京の人のイコカで電車乗ってる。えー、そうなん、一周で。兵庫もイコカなんですよ、実は、実は。確かに劇場のロッカーメンバーは使わんくない。ファンの人はでもなんか07番とか34番とか使ってくれてます。34番オーディションの時のね番号なんですよ。普通に夜の気分、レナも今からだって寝るもん。あーじゃん先輩プロですか。ピオリンね、食べてみたいけど食べたことないねん、ピオリン。いや、限りのロッカーあるから、なんでレナだけカゴなん。あ、もっと推しなの。え、そうなん、いろいろあった的な言ってたけど。あ、一人しかできひんのや。あ、そうなん。でもお母さんがなんかついこの間あの推し面を柿本レナにしたらおみくじその日に当たってた。そう、おみくじその日に当たってました。あ、レナしか推さんだって、初見さんが。初見さんこれを押してきても絶対嘘やんってなるよな。34番だから使ってる。レナちゃんじゃない子。まあ確かにそれは認めるわ、レナじゃないって認めるわ。名古屋の生活慣れへん、慣れるか、なんか最近は忙しくてなんかオフがなかったから、だから名古屋の過ごし方がほんまにもう寝るだけみたいな感じだったからあれやけど。ピオリンいつもめっちゃ行列並んでるで、すごいな。自分で設定ケーブルにしといて、押し設定のメンバーおみくじ出んへん。え、嘘やん、マジで。早起きなんです、今日は。レナも名古屋駅で奈々ちゃん人形な、見つけたことないね、むずいよな、どこにおるか分からへん、出てきてって感じ。おはよーい。え、でもお母さんさ、推し面にしたその日に当たったで、レナのこと、レナが当たってた、あの当たったってか、あのおみくじ出てた。あ、出たよーって言ってスクショ送ってきた。あー、こういうこと書いたわーとか思って。大須にも行ったことないかな。あ、一回行ったけどほぼ行ってないみたいな感じ、なんか通ったレベル。そうそうそう、ホワイトボード買ってない。買ってない。そうやね、ナナちゃん人形ちょっとなんか違うやんな。そう、外なのは知っとんねん。あ、書き入れ直らん、ちょ、眠さいけど大丈夫。眠さいけど大丈夫。眠さいけど大丈夫。早起きさんです、今日は。コンプできてるん、すごっ。コンプすごっ、普通にすごいな、コンプリット。あ、そうそうそう、ここみがね、よくね、行くらしい、押す。また行こうって言ってる。なんか、あの、おすすめをたくさん教えてくれるらしい、オースの。なんか、一回食べて美味しかったものを。
297日乗ってみんなのおかげですね。ありがとうございます。ありがとうございます。行ってみよう。ヤバトンだっけ。ヤバトンね、なんかあのお弁当でしか食べたことないね。おみくじ長いよな。あ、東京からね。え、東京から行きたいよな。遠いけど卒業公演なら絶対行きたいよね。ねえ、3日で100日やばくない？めっちゃ早いねんけど。え、マジでさ、この間まで100日あった。ほんまに100日あった、この間まで。Tシャツを見ながら味噌カツ食べてたんだ。え、マイメロ好き。マイメロというか、なんかサンリオディズニーとか案外可愛いキャラ好きかも。これといってこれはないけど。え、手羽先食べてない。山ちゃん行ってない。え、やだ、ハトやだ、ハト嫌い。え、行かない、オース行かないことにした。やだやだやだ。おはよう、レナちゃん、おはよう。え、手羽先チップスどこでも売ってるよ、多分。きっと新幹線売ってる。そういえばこの間人生2回目のコロナになったの。きついね、コロナしんどいよね。コロナしんどいよね。あ、バツ丸しか買ったん。最近バツ丸見たら欲しくなる。自分が応援してくれてる人がさ、なんかそういうキャラ使ってたらね、あ、誰誰だってなる。商品を見て。ロールケーキ作るか、あやめろ、そのために。あ、ハトいないとこもあんの。ほんとにハトやだ、嫌い。ハト、ハトがいるから行きたくない。オースは前浜の発車メロディー40周年になったのになった。あ、ディズニー言っちゃダメか。夢の国が40周年だからか。え、やばいじゃん、オースハトやばいとか言ってる。ハト無理、普通にハトは無理だ、無理だわ。ハトは商店街の中いるでしょ、絶対。商店街の中がさ、ハトいるんだよ。それ私のこと好きな、いや好きじゃないから、好きじゃないし、全然好きじゃないから、好きじゃない、好きじゃない。え、絶対ハトいるじゃん。モーニングが有名なんだ。きっとそのモーニングの時間に起きてオース商店街に行くことは多分ないけど。アーケードって何？え、なんかあんの、囲いが。オース商店街、思い出した、あのあれだ、屋根とかがあるんだよね。雨降っても大丈夫なんだよね。あ、思い出したわ。泣いた、笑ってるじゃん。好きじゃないから、好きじゃないよ。だってさ、あれだもん、ついこの間まではあの本当にたまにさ、あのサンリオのキャラクターのアバターの人とかいるじゃん、あのハンギョドンとかバツマルとか、なんかいろいろいるじゃん。クロミちゃんとかもいるよね。でもあのマイメロとかキティちゃんしか興味なかったから、興味なかったっていうか、あんまり見なかったから可愛いって思わなくて、だからあのみんなの、みんなのおばたに出会うまでは、例えばどっか行ってなんかマイメロとキティちゃん以外の人たちが並んでても、え、なんでこの人たちいるんだろうみたいな。この人たちは買わないねってあの心の中で思って、あ、キティちゃんかわいい、マイメロかわいいって思ってたから、なんか考え方が変わりました。クロミちゃんもギャドンもバツマルもなんか、あ、
可愛いって思えるようになったの最近そう可愛いって思えるようになった。ハトやだー、サンリオじゃないよ、ハトじゃんそれ。何がサンリオなの、ハトだし普通にアスカレの目の方やったどこの発想え、そう、こないださ、あの4階建てなんだけど階段上がってたらその子が目の前にいて、カバンで分かったその子って。なんかボツ丸が2個ついてたの、でっかいやつとちっちゃいやつみたいな。で、あのピューロランドこないだ行った、ピューロランドこないだ。でもね、だから最近は可愛く思えるようになったの、全部全部可愛く思えるようになりました。なんかあのそのキャラクターを見ていつも応援ありがとなお前たちって商品を見て思ってますやばいよね。そう、認知したその子顔わかんないけど、サンリオのそばなの。どこだっけサンリオって、東京の多摩だっけ、多摩だっけ、え違うね、行ったの、行ったんだけど、あのサンリオピューロランド行ったんだけど髪染めてる時だから写真送れないの写真送れないんだ。顔可愛いか確認しといて。え、その子の、その子の、あ、小田急線もあんのか。あ、そうだ、キティちゃんのポップコーン知ってる、ハローキティ、できたてのポップコーンはいかがでしょ。その子の顔自然、後輩だからさもうね合わないの。あ、最近じゃないか、結構前か、じゃあ結構前だ。なんかレナの中で最近だったんだけど、え、でも待って最近じゃないか、何月、9月とかかな、9月とかかな、どう、多分そうだ。金髪なんで金髪って思ってんの、金髪じゃないよ、まあなんか色落ちしたら金髪っぽかったけど、ミルクティーカラーだった、もう金髪っぽかった最後は。え、なんかねミルクティーカラーもうほんと3日ぐらいしかね、あの保てなかった、もうあとはほぼ金髪になっちゃってね。送れないの、メールで送りたいんだけどさ送れないんだよね。そう、お揃いじゃないよ、インナーだしレナはイヤリングカラーだとこっからだったから、インナーか、インナーだっけ、どっちか忘れちゃった。あ、水色がイヤリングカラーだったんだ、水色にしてたの一時期、水色イヤリングカラーだった。いつか見せます。そう、洗ったら落ちるの、シャンプーしたらね落ちちゃう。10回送信して1、2回くらいしか絡んでくれんか、二度寝しちゃうの10回二度寝しちゃうの。キティちゃんポップコーンね、いいよね、めっちゃ回すやつねそうそう、え、前頭はねピンクしかしたことないけど、ピンクはショートの時だったからもう消えてるね、キサキとかは残ってない。高1だったし、確かおはれな、え、染めてる写真送れないよ、送れない送れない送れないよ送れないってメール、ダメなんだよね、ダメなの、送りたいんだけど、その送れないんだよね。ピンク、ピンクにした、毎年やってんだ。お休み、え、寝ちゃうんだ、あーあショートで、めっちゃショートじゃないけどボブにしてた。アンパンマンの自販機わかる、え、パックのジュースだよね、え、わかる、めっちゃわかるんだけど、めっちゃ買うんだけど、あったら絶対買う前この服から送られてきたもん。
え、ダメだって。え、ダメなの、絶対ダメなの。送れないんだって。研究生ダメなの。研究生そうダメなんだよね。紙クロック加工したら意味ないじゃん。ねえ、いちごミルクだよね。やるのもいちごミルクなんだけど、ウケる。そう、送れないんだよね。あれだ、ちまた来るね。レナの名前知ってくれてる。また来てね。イエーイ。バイバーイ。赤ちゃんの時の新金髪だった、やばいじゃん。おはにょ。おはにょにょにょ。ボブの時とロングどっちが評判良い？なんか周りの友達はロングだけど、個人的にはボブも好きだった。今染めてなかったら良くないんだって。本当だって。本当なの。本当です。これはだって巻いてる写真もダメなんだよ。巻いてる写真も送れないの。そう、送れないんだよね。今のルールで今のやつを送んないとダメなの。ボクボブボクボブボクボブ。ダメだよ、怒られたら嫌じゃん。なんか赤ちゃんの時の時らしいね。ほんとの赤ちゃんの時、ほんとの赤ちゃんって何って感じ。赤ちゃんの写真レナも見たことないかもしれない。わかんない、あるっけ。え、ダメなんだって。送ったら、送っていいよくないの、送ってよくないの。ほんとだよ、ほんとなんだって。え、わかんない。え、けど一回なんかダメだろうなと思って、あのツインテールで巻いたやつ送ったじゃん一回。あれはね、大丈夫だったんだよね。でもダメなんだよ、多分。ダメだよ、配信でも巻いちゃダメなの。本当だよ、ダメなんだって。ダメなんだよ。本当にダメなの。本当だって、本当にダメなの。配信でもダメなんだよ。今のルールを、あの活動中は貫き通さなくっちゃダメで。嘘じゃないんだって。本当にダメなの。あ、猫だ、ガリガリしてる。逆に加工です、やばい。いや、怒られんの嫌じゃん。配信で写真見せるの、わかんない、どうなんだろう。モバメもダメなの。そう、ダメなんですよ。髪の毛くくるのはいいの、こう二つぐくりにしたり、けど巻くのはダメって言われた。そう、いつもギリギリ攻めてんだけど、レナも。で、ツインの巻きはなんか通ったから、なんかいいのかなって思ったけど、ダメですって感じでした。最終。こら。こら。ね、ダメなんだよね、実は。わかんない、なんか、ルールが変わってるのかもしれないけど、レナたちはダメなんだよね、送れないの。送りたい、マジで。まあでもオーディション中さ染めてたじゃん。だからオーディション中染めとったからさ、オーディションのあの写真とかさ、未完全なやつとかも染めてたよね。え、なんかさ、オーディションってさ、黒髪で行った方がいいみたいなさ、よく言われてんじゃん。だからレナさ、オーディションの3日前ぐらいに髪の毛染めたので、いや本当は染めない予定だったの、オーディションがあったから。けど親友がなんか行こうぜーみたいな感じで言われたから、だから染めちゃったの。先輩話しかけるのはダメ。そうなんだ。写真とかはね、先輩にね、撮ろうって言われないとダメみたいなあるけど。え、金髪の人もいたよ。ね、AKB あるよね、個人。おはよう。そう、ノリで、染めちゃって。で、2日後ぐらいか3日後ぐらいに、やばい、オーディションってなって、やばいと思って、黒染めしようかなと思ったけど、
いや綺麗に染まってるしねーと思って。ねえいいよね何色でもって思うんだけどね。メールは良いよね、メールは良いよねって思っちゃうけど、まあ、今のルールみたいな感じだからそうなんだよね。レナと早起きしたの？めっちゃ嘘ついてるけど格好でそうなんですよね。インナーのとこだけちょっと明るくしな、明るく、あ明るいしな、あ今かね、今やばいよね、メンバーにめっちゃ言われる、同期に妖怪ウォッチ。えネイルはダメだよ、そらネイルはね。でも学生だからさ、ネイルしようってあれがないじゃん。えでもなんか色はないけど、なんかベージュにしてたんだよね、あの爪が弱いから。そうだからしてたけど SK に入ってちょっとダメだなってなって、ジェルネイル卒業です。一旦リラックスしてたのかな。SK に合格しますように。いやしてるんですけどしてるんだよね。知らなかった、レナさん知れてよかったですか。レナさんレナで帰ってきたんだよ。え待って、鬼滅見てないわ。レナも見てない。オーディションの時青かった、青かった、青かった。涙袋ないよね。ごめんね、メイクしてないから。ないね、これは。ないに等しい。俺の左の涙袋がって感じなんじゃない？ないです。卒業してもダメだね、研究生のうちは。お兄ちゃんが待ってね、いや。勝ってるんだけど。オーディションショールームじゃないんだけど。何時に起きたの？私はね寝てないですね、はい、今から寝ます。なんかね4時ぐらいまでダンスやってたんだよね、そしたらこんな時間になっちゃった。短いよね思った。これでKF止めればいいんだよ。どう？えなんかねちょっと切り直すかこれ、ちょっとなんかおかしいよね前髪。えねえわかんない、おかしいよ。まあいいよ。まあいいよ。おはようがたくさん来た。おはよう界隈たくさん。羽ばたいてよ。ありがとう。いや頑張ってないよ全然。全然頑張ってないよ。5時くらいまで寝てた。何時に寝たの？何時に寝たの？起こしてないけどね。起こしてないけど。動画で気になって何回もやったー。えあのねマキコさんとのさ「二女ないよ」の動画と、動画というかあの収録日の前日にめっちゃ泣いてさ、もう顔が本当に腫れてて本当に嫌なんだけど、もうブサイクすぎてさマジで嫌だ。顔面めっちゃ腫れてて、もう目とかパンパンだしみたいな。でさめっちゃメイクでごまかしたけどさ、本当にアイラインとかかけないぐらい目腫れちゃってて。おはようかいまい。えそう今日さよねと楽しみ。でも明日って一人なんだよね、明日か。もうなーちゃんの印象見たら今と全く変わってなくて、ね変わってないよね絶対。あ1時くらいなの？え寝た方がいいよ、寝な、今から、今から寝た方がいいよ、今から寝な、絶対寝た方がいいよ。眠くなるじゃんお仕事中に。牛タンとジンギスカンとかっぱ寿司。えかっぱ寿司食べ放題、いや食い放題ってやめて、言い方食べ放題って言って。そしたらちょっと考えたけど食い放題はちょっと嫌だね。あおはよう。えそう、限りなもう斜め前髪でね知られてるから、おはよう界隈がたくさんですね。朝配信ある時
まあ、いやもう顔ちょっとレベルじゃないんだよあれやばい本当に。でもさ、なんかあのめっちゃさ精神的にきつい時だってけど、収録だからさ頑張ってさ、あれ高めないとダメじゃん気持ちをだからえ、爪長すぎてさボール回せなかった。爪長くなくてもボールあれだけど回せないけど寝た方がいいって誰が言ってるんや子守歌ってどんなんだろう。エレナ子守歌知らないんだけど、え、わかんない。え、みんなって子守歌ある？ちっちゃい頃からなの。エレナないんだけど、なんで保育園だからかな、ずっと。え、かっぱ寿司の食べ放題とかあるの？本当にあんの？あるの？食べ放題なんてあるの？え、そうなの？あるの？え、そうなの？いや、言い直しダメだよ。言い直しダメだから。いや、そう、気持ち高めたの偉くない？マジで。素人カップ飯一緒の味なの？え、違うと思うよ、絶対。わかんないけど。イカ好きなんだ。イカでレナあんまり好きじゃないわ。知らねえよって感じだよね。どうでもいいよって感じ。イズノナイフ回っている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 連打ねんねんコロリよ。あ、なんかわかる。どんなんだっけ。ねんねんコロリよ。え、わかんない本当にあんだ。行ったんだ。え、そうなの。え、本当にあったんだ。食べ放題レベルで食べたいって意味かと思ってた。食べ放題 あるんだ。高嶺の花子さんどうなんだっけ。会いたいんだ今すぐその角からだ。浜寿司あんまり行かないね。行ったことないレベルかも。あ、イカ大好きなんだ。イカって美味しいの。じゃあ今度食べてみよう。食べてみよう。いや、味は想像つくけどさ、あんまり食べないじゃん。だからえ、どんな曲だったっけ。ウニとイクラとかもうあれじゃん、痛風じゃんイカ苦手だけどあんまり好きじゃない。え、8歳で縁側食べんの天才じゃん。あれな、縁側食べたことないんだけど枠ならいいよね。ジェイマンさんがトラサーモンだからってサーモン食ってた。え、レナじゃないの。レナサーモン好きって言ったことあるんだけど縁が美味しいの。自分の寿司に例えると何サーモン寿司好きだから縁側ってさ、大挟まってるよね。縁側って魚だよね。なんかちょっとさ薄くない？